今でも口内炎って嬉しい？そうだね、今は口内炎嬉しくないかな。いや、出る場所によるかな。ベロとかに口内炎できるともう最悪、めっちゃ滑舌悪くなるから。下の歯の歯の下の歯茎と唇の間に挟まる口内炎は好き。でもベロとかベロに干渉するようなところにできる口内炎は嫌い。口内炎痛いからさ、それ潰すの好きだからさ、口内炎潰して涙目になるの気持ちくて好きだから。痛って。でも口内炎って多分痛めつけるとすぐ治っちゃうから、口内炎にね塩を入れなんかすり込んだりするのすごい好きで、痛い痛いんだけど、その痛いのがいいんだよな、なぜか。